今日はジャガイモ、こちらが北あかり、そして、向こう側がメイクインということで、北あかりの方を先に収穫していきたいということで、今日の動画をお送りしたいと思います。それでは早速収穫の方をしていきたいということで引っ張ってみます。出てきましたね。これはでかい。例年は6月中旬ぐらいに収穫するんですけど、聞くところによるとあまり遅く収穫すると草花病というのかな、肌が汚くなるやつ、あれになりやすいということなの で今年はちょっと早めに収穫をするということで今日やってるんですけど、やっぱり肌綺麗ですね。すごくと綺麗です。隣もちょっと見てますか。このちっちゃいやつは油で揚げてポテトフライにしたらすごくと美味しいです。やっぱり綺麗だな、正解だな。一株あたりの取れる数っていうのがちょっと微妙なところかなと。あ、でかいやつ来た。あ、来ましたね。いいね。ちょっと来て。袋ある？うん。無人市のお客さん行きましたので、お裾分け。よし。あ、そのちっちゃいのが欲しい私。あ、いいよ。油で炒めてから、ね、そうそう、甘辛く煮ても美味しいし。塩かけて食べるんでしょ？大きいのも持って帰るだろうね。高いんでしょう。高くて買えないのか。今日もちょっと我慢ねとか言いながら。いや、なんか、いや、このままチンして食べたい。チンしてバターのっけて。カロリー高いな。カロリーが高い。そう、カロリーが高くなったら危ないな、私は。いや、嬉しい。ありがとうございます。こんなにいっぱいもらった。あ、いいですよ。で、あ、じゃあ、お代を払って。はい。ありがとうございます。いいえ。本当に。あ、いいよ、いいよ。大丈夫ですよ。はい。またお願いね。ありがとうございます。てな感じで、お客さんにいっぱいあげました。ということで、本日の動画は、じゃがいもの収穫ということでお送りしました。まだね、ほんの一部ですけど掘ったのは。あ、結構ね、肌が綺麗なじゃがいもが取れたということで、今年のじゃがいもは大成功ということです。以上で本日の動画を終わり、はいはい、動画を終わりたいと思います。もしもこの動画気に入っていただいたらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではじゃがいも畑からバイバーイ。